さっきスーちゃん吐きました。水を飲んだだけで10日以上食べてないのに何を吐くのでしょう。でもほとんど何も出てこない。気持ち悪そうにしてるだけです。呼吸が荒くなってまいりましたね。その苦しそうな姿はさすがにね、撮影することができません、ね、こうやって穏やかで綺麗なスーちゃんだけね、みんなのアイドルだからね、いい表情だけ。スーちゃん、スーちゃんね、こうやって動くときはすごく元気そうでしょ。のっこも悪くないみたいね。でもね、首の骨も触れるぐらいガリガリになっちゃって。スーちゃん、じゃあパパが病院行ってくるね。今日は2021年1月26日。もうご飯を食べなくなって多分11日目。綺麗な顔してるんだけどね、スーちゃん。これが最後のスーちゃんとの会話になりました。私たちが自分の病院に出かけた直後、おそらくすぐに息を引き取ったのだと思います。帰ってきたら動かないスーちゃんが横たわっていました。最初そばにいてあげられなかったことを悔やみましたが、それは違う。スーちゃんは僕たちのことを考えて、目の前で死んで辛い思いをさせたくなかったから、僕たちが出かけるまで気丈に我慢して生き抜いたんだと思いました。なんて思いやりのある子でしょう。こんな時にまで相手のことを考えられる。そしてなんて優雅に自分の死に支度をしたことか。本当に頭が下がります。ありがとう、ありがとう、スーちゃん。やっとボンちゃんに会えるね。まだまだパパは一緒にいたかったけど、天に召されてご苦労様っていう気持ちの方が強いです。パパたちはもう少しこの世界でやることがあるから、向こうの世界で待っててね。そして時々お盆とかね、会いに来てね。いい飼い主だったかどうかわからないけど、幸せでいてくれたかな。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そしてスーちゃんのことを可愛がってくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。スーちゃんは私の誇りです。2021年1月26日永眠しました。今スーちゃんの遺体の前で録音しています。これから火葬場に連れて行きます。スーちゃんありがとう、スーちゃんありがとう。